すべての動画を無料で見たい方は公式 LINE へ登録、法人研修はユースフルフォービジネスで検索。皆様こんにちは、ユースフルの秋山です。本日のテーマはビジュアル要素の追加についてです。この動画ではスライドの最後の仕上げであるアイコンや写真を追加するときに気をつけたいポイントや素材の探し方について解説をしていきます。我々ユースフルチャンネルでは、明日の働き方が変わる感動体験をお届けするをテーマに、ビジネスの現場に役立つ知識を発信しております。ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それでは早速始めていきましょう。スライドをより一目で見て分かりやすくするためにビジュアル要素の追加を行いましょう。左側の資料はテキストと図形のみで表現をしていますが、右側にはイメージが追加されています。右側の方がテキストだけに比べてより内容が頭に入ってきやすいですよね。ビジュアル要素はアイコンやこういったピクトグラムのみにならず、図形や記号で表現する方法もあります。説明用の資料はどうしても必要な情報を全て載せなければいけない関係で、文字数が増えてしまうということがあります。文字数が多いと一体どれが良いのかというこちらの意図っていうのが伝わりづらいですが、右側のように評価の図形をつけてあげると、細かいテキストの部分を読まなくても一目でどれが良いのかっていうのが伝わりますよね。つまりビジュアル要素を使うことでテキストを全部読んでもらう必要がなくなるわけです。ここまでで、ビジュアル要素の追加の重要性ご理解いただけたかと思うのですが、このビジュアル要素を使うときに気をつけたいポイントは、このアート中心で考えないということです。プレゼンテーション用の資料の作成であれば、こういったアートだけのスライドというのも見かけることがあるんですが、ビジネスの現場における資料はプレゼン用の資料ではなく説明用の資料、つまり面前で口頭説明ができないケースも多いですので、その場合はこういったアートだけのスライドを見せられても何が言いたいのか伝わりません。そこでビジュアル要素よりもテキストや図形、配色に時間をかけることが大切です。あくまでメインは文字と図形、そしてアートはプラスアルファの補助的な存在であるということを抑えましょう。ビジュアル要素の種類にはこういった写真で表現する方法、イラストで表現する方法もあります。イラストは親しみやすい印象で個人的には好きなんですけれども、ビジネスの現場においてはちょっとカジュアルすぎるかなということもあります。そこでこういったシンプルなアイコンや人型をシルエットにしたピクトグラムというのもよく使われます。この2つはシーンを問わずに使いやすいものになっています。ここでは写真やイラスト、アイコンやピクトグラムなどのテイストがあるんだなということを押さえていただければ OK です。ではこういった、ビジュアル要素の素材をどうやって用意すればよいのかというと、方法は主に3つあります。ご自身で撮影をした写真などをあらかじめ自分で用意する方法、パワーポイントの中の素材を使用する方法、ウェブ上の素材を使用する方法です。ご自身で用意する場合には、あらかじめ撮影した写真などのファイルを一箇所に保存しておきましょう。パワーポイントから素材を使用したい場合は、こちらはマイクロソフト365を契約されている方のみの機能にはなってしまいますが、挿入タブの画像の中にあるストック画像をクリックすると、この画像のところからキーワードを入力するだけで、それに合った写真が出てきます。ここは今画像になっているので写真が並んでいますが、アイコンクリックするとアイコンも使えますし、イラストをクリックするとこういうものも使用ができます。これはいちいちパソコンに画像を保存する必要がないので便利ですよね。そして3つ目の方法が、ウェブ上の素材屋のホームページからダウンロードする方法です。フリーで素材を配布しているウェブページはいくつかありますが、大切なのは必ず使用前にホームページの利用規約を確認するということです。素材を無料で使用して良いのかというところや、使用範囲、禁止事項などもしっかりと確認をしましょう。これを確認しないまま使用すると著作権の侵害になる可能性があるので、しっかりと確認してください。素材が用意できたら、いよいよビジュアル要素としてスライドの中に挿入をしていくんですが、ここで使用する時のポイントも3つお伝えします。
ポイントはテイスト、大きさ、形式がポイントですね。テイストについては、写真は写真同士、イラストはイラスト同士などのように、画像を複数使用する場合は、そのカテゴリーを合わせましょうということです。左側のように、アイコンやイラスト、写真を混合で使用してしまうと、少しごちゃっとした印象になってしまいますので、右側のように、アイコンはアイコン同士で統一するというようにしましょう。そして2つ目のポイントは、使用する素材の大きさ揃えましょうということなんですけれども、特に写真で気をつけたいところなんですが、このように写真の素材そのまま使用してしまうと、大きさがうまく統一されていない場合があります。右側のようにきちんと大きさを統一して並べることで、綺麗にスッキリとした仕様になります。ただ、もともと違うサイズの写真を同じ大きさに揃えようとすると、サイズを変更しなければいけないわけなんですが、まあ、こんな感じで選択をして、こういうところから動かしてしまうと、なんか不自然に縦長になってしまうんですよね。なのでサイズを合わせても写真の縦横比は変えないというのもポイントです。縦横比を変えないで大きさを変更するには、このように斜めの部分の白丸をクリックして変更すると、縦横比そのままにサイズを変更できます。まあ、ところがこの右側の写真にこの横の大きさを合わせようとするとですね、どうしても縦の幅が足りないですよね。こういう時にどうすればいいのかというと、トリミングという機能を使います。これ右側がトリミングを使用して綺麗にサイズを揃えたケースなんですけれども、綺麗に揃っていますよね。写真を綺麗に揃えるための5ステップをお伝えします。1、基準となる写真をトリミングしてサイズを決める。2、基準の写真を必要な分だけ複製する。3、サイズを合わせたい写真をコピーする。4、図の変更をする。5、トリミングで大きさを調整するです。実際にこちらの画面でやってみたいと思います。今回はこの青リンゴの画像を基準の画像としてやっていくんですが、まずサイズを決めていきます。サイズは図の形式タブのトリミングというところを使用して、まずは縦横比を1対1にして画像を切り出していきます。画像はこのようにクリックしながら動かすことで残す部分を調整できますので、今回リンゴが真ん中に来るように画像の位置を調整しておきます。今ちょうどサイズは 4cm×4cm になりました。ではこの基準となる図形を決めたところで、残り3つの図形もこのサイズに合わせていきたいと思います。ここで2ステップ目、基準となる写真を複製しておきます。今回はコントロール D を 1,2,3 回押して全部で4つになるように複製をしました。そしたら3ステップ目、写真をコピーなんですけれども、今回はこの2枚目のところにスイカの写真を利用したいので、スイカを選択しコントロール C でコピーをしておきます。そしてもう一度この反映させたい部分を選択した状態で、図の形式タブ、図の変更からクリップボードからをクリックしましょう。するとこんな感じでスイカの画像に変わりました。ちゃんと大きさも 4cm×4cm のままになっていますね。もしこの切り出したい部分を変更したい時には、もう一度トリミングのボタンを押すと、この残す範囲を変更できるので、このようにして調整を行いましょう。はい、こんな感じで4つ綺麗に写真の大きさを揃えることができました。この5ステップで写真の大きさを揃えるということをぜひ覚えておきましょう。それではビジュアル要素の設置のルール3つ目に戻りますが、形式を種類ごとに使い分けましょうということなんですが、皆さん画像ファイルには3つの形式があるのはご存知でしょうか。写真などによく使われる JPEG、そしてアイコンやピクトグラムに使われる SVG、 イラストなどによく使われる PNG ファイルがあります。JPEG については写真によく使われていて、使用できる色が多いので、グラデーションで綺麗な映像を表現できます。ところがファイルの容量が重くなってしまうことがあるので注意が必要です。続いて SVG 形式については、色の変更が柔軟に行えるというのがポイントです。例えばこのアイコンの色をグラフィックス形式タブのグラフィックの塗りつぶしから簡単に色を変更できるので、 PowerPoint でアイコンを使用したいときはこの SVG 形式がおすすめです。続いて PNG 形式はイラストでよく使われるんですが、特徴としては背景が透明化されているんですね。なのでこういった色のついた
部分に重ねて持ってきても後ろが白く不自然にならないのでおすすめです。 SVG 形式がない場合はこの PNG 形式でダウンロードすると良いでしょう。以上、この3つの形式も注意しながら素材をダウンロードしてみてください。本日の講義はこちらで以上です。それでは本日の講義のまとめです。スライドの仕上げに一目で見てわかるビジュアル要素を追加しましょう。あくまでも主役はテキストや図形、ビジュアル要素は補助的な役割であることを忘れないようにしましょう。写真やアイコン、イラストなどのテイストは混在させず、サイズも合わせて使用するのがポイントでしたね。写真は縦横比を固定し、トリミングで調整を行いましょう。ファイル形式は写真が JPEG、アイコンやピクトグラムは SVG、イラストは PNG 形式が多かったです。ダウンロードするときに複数のファイルがあるときは用途に応じて使い分けるようにしましょう。それでは本日もお疲れ様でした。マイクロソフト365と生成 AI に特化した組織 DX サービス、Useful for Business で検索。